わあ、びっくりした。もうやめよう。わあ、ネバール君と納豆お兄さんのゆっくりねっとりゆるいゲーム実況。はい、まずはじめにネバール君、ちょっとご注意を言っていただいてもよろしいですか。よいかな、みんな、これは怖いゲームだから見ちゃダメねばよ。そう、これは大人だけが見れる怖いホラーゲームアプリ。もう納豆お兄さんが取り憑かれてますねばというわけなんですけど、今回は呪詛という謎解きホラーゲームです。なんかね、この音楽も嫌だよね。嫌だねばよ。で、まあ、まずやっていきましょう。ネバール君にやってってほしいんです。新しくでいい。はい、新しく始めてください。消すでいいの？うん、はい。お兄さん、もうやってるからね、何回もこういうの。うん、え、恐怖演出とかグロテデスクな。噛んでる怖いよこのゲームはですね、あの音でもちょっとね恐怖を楽しめるんでね。じゃあみんなはこれをイヤホンしてゲーム実況聞いた方がいいってことね。そう、それだとより臨場感が湧きますよ。はずもないお家、もう誰も住んでないお家なのに人影が見えるらしいんです。納豆お兄さん、お帰りなさいって帰ってきたよ、このタイミングで怖すぎるねばよ。じゃあちょっと説明すると、これはいろんなところを指でタップできます。まずこれね、あ、本当だね、新聞が、うん、そうで、何回もそういうのタップして、そうすると降りたりで、画面をスクロールさせるにはこうスウェーするといろんなコインが落ちてる。そう、コインも取れます。で、新聞とかそういうのをちょっとタップしてみて、あ、そしたらその新聞とか手紙見たら、手紙もタップできるんで、あ、見たやつを取れる。そう、これをこうやって、そうそう、そうすると文字がよく見える。そう、下に1988年4月11日の手紙だ。だいぶ前から空き家なんだよ ね。で、閉じて、で、今度ピンポンピンポンとか押してみるとか。これが、これガスメーターか。ね、ピンポンピンポン。ここか。あ、なる。あれね。まだ電気通ってるね。うん。とにかく、そう、いろんなところを押して、押していくとこうやっていろんな音がしたり、いろんな人影が出たりとか、そういうのを全部クリアしていくと次のステージに行けるっていうような感じ。ペットの墓。そう。にゃーって聞こえた、うん、じゃあここもすでに1個謎解きしなきゃいけないってことなの。そう、1個ね、あのほら、どうやってこんな天井の上の方まで叩いてんだこいつは。ね、だからここはね、ちょっと簡単に説明すると、はいね、まず家の玄関のポストの入り口のとこ見てください。ここ、あ、音だ。で、覗いてみてください。で、右とか左とか、うん、で、また閉じてみてください。これは何回か見たりすると次のステージに進めることがあるんで。なるほど。そう、1回で終わらしちゃダメなの。で、もう1回ぐらいちょっとやってみて。何回も見るね。そうそうそう。えっ、あ、人影が。いたよ、今なんか白いの。 ね、 ね、誰もいないはずなんだけどね。え、あっ、ちょっとびっくりした。ちょっとやめてね、バル君。怖いよ。ダメ。ほら、今3回、3回ポストを見たら、人影が通って人の顔が出てきたよね。そしたら上からほら、なんか落ちてきたの。ちょっと触ってみて。怖すぎる。もうあの人のインパクトがでかすぎて。で、カラスを何回も叩いてみて。あ、鍵。爆発したら鍵。なんで爆発したの、ね、こっちの。主人公になんか特殊能力かなんかあるの。ちょっとね、まる君、興奮がまだ冷めやってないよ。ちょっと頭の中にさっきの人の残像が残りすぎちゃってるんだよそしたら右上の箱みたいになるでしょ。
右上に、画面の右上に箱、それを見ると取ったアイテムが出るんで、それをタップして使うってやるんですね。使う、はい。そしたら鍵か、うん、開いたね。で開けて、怖い、もういいや。じゃあドアを開けて、怖いだ。で中に入る、こうやって進んでいくんですね。怖え、結構初期段階で怖えねばまた変なの見つけたねばね。で今電気つけましたね。なんで入っちゃうのこの人。やっぱり使命感だよね、人影がさ見えたって。で右下とか、ほらなんとなくお化けがいない、今いなかったお化け、ほら右下、ほら、はい、どれどれ、あ消えた。こうやってほら鏡の中にお化けが出てきたりしたら、それをタップしてあげるとどんどん、これ謎解いてるっていうことになるんですよ。除霊してるってことね。ばまあそうだよね。で左とかも電話とかも、お金盗んじゃってるよこの人、うん、なんだかんだ言って本当はお金取りに来てんじゃない。こういうのもガラスを何回もタップしてみるとかっていうのも松印、そう、えほら売れたよ、そうそう、ちょっと私はネバール君が驚くことが一番怖いんだよ。怖すぎる、私は怖すぎるよネバあ、電話、自分の電話かかってきたら応答して。ちょっと何でしょうね、切っちゃえば怖い。誰知り合い、でもやっちゃいけないやつだねば。今のはゆるキャラ仲間誰、ネバール君ゆるキャラ仲間、あんな怖いのいないねばよかった。で、ああ怖すぎる。ほらこういうとこのコツは何回も言うように、ほら電気をつける消すとか何回かやってみるとかっていうのがこの謎を解く。暗い中でこうやってやってみるっていうのもありねば、うん、そういうのもあるけど、ここはやっぱりほら、そしたら階段の上に行けるかもしれないね、あの人が導いてくれて。じゃあそれ、怖すぎる、怖いよちょっと画面ちゃんと見て怯えながらやらないで、もう怖い、もうやめよういやこれはクリアするまでやりましょうよ。本当だよ、これやばい、変な筋肉ガチガチになってる肩とか胸とかが。じゃあ2回行きましょう。どうやって行くの、階段の上の方をタップしてもらって。え、子供で、さっき罰されてた子供かな。あ、なんかここにおられる。え、あれ、こういうの何回も叩ける可能性がありますよ。あ、声がなんか変わってきてますね。ほら。本当だ。除霊したねバカ。ね、除霊したね。絵が怖すぎる、したな。怖いよね。絵見てみて。でタップしてみて。気持ち悪いね。なんかのキャラクターだって。やっぱりほらゆるキャラなんじゃない？納豆ニーコじゃないの？いやあれパパ子だよ。パパ子。違うパパ子よ。納豆。納豆ニーコもっと可愛いもん。ほらコインがあるよ。あ、薬ね。じゃあ左側も見てみようか。ネバル君睡眠薬いらないよ、すぐ寝るから。そうね、扉開けてみたりとか。扉、その下の怖い棚。あ、なんでだよ。ママ嫌い、怖い。ママ嫌い。カタカナは書ける子ねばね。うん、それもタップしてみて。あ、そうママ嫌いね、何でもこうやってちょっと調べてみる。はい、じゃあ次行ってみましょう。こうやって一個一個全部触ってみる。あ、窓にお化けが。あ、ちょっとそれはもう全然余裕だよ、それぐらいは。うん、ネバル君にとって押し入れは、え、ああどっか行っちゃったね。あれ、リビングに連れてかれたね。怖い、電気つけてなかったね。電気消えてると怖いね。あ、ハエがいっぱい。あれ奥なんだろう、死体。わあ、びっくりした。何の割れたのこれ。ハエじゃない、ハエ。これ割れたの何、カメラ撮ってんのか、ね、YouTuber 主人公ねえ、どういうことなんだろう。右の方も行ってみようか。あ、なんか落ちた落ちたね。
いるよ。 おい女の子起きろ。ねえ知ってるの。私の知ってる男が言ってじゃん。母親の置き手紙に突然血が手形またね。おうおう拒否していい。え拒否してみていいよ。取った方がいい。取ってもいいよ。どっちがいいでば。いやどっちでも任せるよ。拒否したいいよ。拒否してもいいよ。タイプなんだねば。いいよ拒否してもいいよ。どっちでもいいよ。あれ拒否しても結局拒否できないじゃない。拒否じゃない今取っちゃったんだ。取ったの。もうきっちゃいきっちゃい怖いから。うん。分かってたから大丈夫だったね。上の方になんか家みたいな。お誰今の。もうやめない。もうやめない。ちょっと上の方ちょっとこの部屋まではちょっと家。もう疲れたよ。あと助けて。あと2分ぐらい。電気消えちゃったよ。え？何バスルーム？あ家を取ったらバスルーム。バスルームちょっと開けてみる。あ、協力何？協力の塩酸？ちょっとカーテン開けてみて、水が出てるから。あれ？出てないね。え、何？髪の毛。うわ、髪の毛がいっぱい。洗ってないんだ。そしたらさ、ちょっと道具箱見てみて。じゃあ塩酸で。あ、いいね。塩酸使って溶かしてみようか。排水口じゃない？合成。排水口のじゃない。排水口そこお風呂排水口ほら。ここか。あ電池。あごじゃあなんか変な音する。ね。ね。お。ねえ。どういうことこれ血どこに血がついてるの。何うわー怖いね。これ懐中電灯やってみようよ。あ、これで地図ができたね。地図これはね、地図を入手したらね、そこの部屋を押すと一瞬で行けちゃうってこと。行けちゃうってことね。怖い怖い怖い。懐中電灯は？ちょっと合成。それと合成。お、ついた。で懐中電灯を使おう。電気消しても見えるってことじゃない？ほら。ね、今までと違うものが見えるってこと？わかんないそれは。さっきの絵とか見てみて。うわ！うわ！文字が変わってるほら。どうしてどうしてなってる？どうしてどうして？なんでこんなちょっとの間に。ああ！え？なんかあった？今。手が出てきた。え？ちょっと見てみて下。手が出てきて向こうに。え？その下見れない？持ってった。あ、い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 たじゃん。え？え？何？ああ！おお！ああ！おお！誰？怖い！助けて！周りにして！自分のお母さん？違う。ネバル君の納豆菌？勝手に納豆菌の。ああ！ああ！ちょっと。ああ！ちょっと。ああ！もうダメだ。もうダメ。分かった。じゃあ今日はここまでにする？終わりにした。ここまでにする？終わりにしたいよ。ちょっとここまでにしようか。ああもうダメ。じゃあ分かった。今回はここまでにしましょう。ああ。鼻水が出てる。ネバル君鼻ないじゃん。じゃあねばー。ちょっとじゃあ続きは次回ね。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバねー。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるねばよー。